シスタープリンセス8人目かな、8人目ぐらいですね。今回からマイシスターにするのはこちら白雪ですの。いやー、カレンちゃんルートの時にはいつもお弁当を作ってくれて、いや、カレンちゃんルートの時だけじゃないです、みんなね、あのみんなの時もお弁当ちゃんと作ってきてくれてたんですよ。この子をねマイシスターにしてやっていきましょう。140センチ、ちっちゃいなー。いや、でもこの子もひなこちゃんとまではいかなくてもだいぶ幼い子ですよね。白雪ちゃんはお料理が大好きで、お兄ちゃんにご飯を作ってあげるのが生きがいです。彼女の料理は多分に独創的で驚かされることも多いけど、そこがまた彼女の魅力だったりするんですよね。なんで語りかけてくんだよ。するんですよね、じゃねえけど。そうだよね、この子は料理担当みたいなところもありますからね。今回は腹いっぱい白雪の料理食べさせてもらおうかね。マイシスターに君に決めた。本日のメールチェキ、早速来てますね。白雪からのメールっていうのも初めてだね。明日はフフフですの。この子の喋り方って面白いんだよね、なんか。兄様へ。あ、兄様か。はい、兄様。今回は明日はいよいよバレンタインですの。ですの。もう姫ってば嬉しくて嬉しくて、どうにかなっちゃうの。兄様、すごいな。明日の姫のチョコ、とってもとっても楽しみにしててね。姫の特製チョコは、高いね。すっごい美味しいんですのよ。かわいいな。兄様、きっとほっぺが落っこちてしまいますの。かわいいんですのよね、本当に。でも、そしたら姫がギュッて押さえてあげるから、心配しないでね。だから、ね、兄様、俺もこの手のタイプに弱いな。そうだよ、そんで姫よりってね、自分のこと姫って言ってんだよね。白雪だから姫なのかな。一人称が姫ってね、もう職場にいたら話しかけないですけどね。この子だから許されるよね。で、今回はなんだっけ、あれ兄様だっけ、今回は、兄様ね。もういいよ。兄様。兄様ね、今回また様だ、ずっと様続きだね。兄君様、お兄様、兄上様と来て、今回は兄様でございますですの。バレンタインデーですの。本日最後にチョコを持ってきてくれるのは、来ましたね、ですの。ですの。いいなあ、このテンション。可愛いよね、この子。なんでこういうなんかメイドさんっぽい服を着ているのかな。白雪じゃないか、一体どうしたんだい。どうしたんだ、じゃないですのよ。バレンタインチョコをお届けに来たに決まってるですの。ふんだんにハートマークを使ってくれるんですのね。本当かい、嬉しいな。なかなか来てくれないから白雪はくれないのかと思ってたよ。そんなはずないですのよ。ただ姫一生懸命作りすぎてちょっぴり遅くなっただけですの。このアホっぽい喋り方がすごい癖になってくるよね。というわけで兄様、ハッピーバレンタインですの。ありがとう、白雪、ゆっくり味わっていただくね。この子はもう、ね、今日のテーマはね、初恋はレモンのお味ですの。いいんじゃない。レモンチョコ、姫特製恋のウロボチップチョコレモン風味を作ってみたんですの。とっても美味しいんですのよ。またベタなツッコミをしちゃいましたよ。すごいね。でも兄様、もっと関心持ってあげろ。姫、今日は特別な日だから特別頑張ったんですのよ。あ、褒めてあげたいね。兄様にチョコをあげられて、姫はとっても幸せですの。この子はアホっぽいってさっき言ったけど、アホだな。うんって兄様もちょっと引いてるじゃないか。いや、いい意味でだよ、いい意味で。姫の愛情たっぷりだから、食べたら兄様はもっともっと姫のこと好きになっちゃうんですの。ですの。むふん。ラジオむふんじゃないよ。どういうリアクションだよ。あははは、引き気味だね兄様まだ。
むふん、むふんっていいな、さあ今回も毎度恒例メールが来たかと思ったら日記が来ちゃったのコーナーこの子は日記何を書いてるんだろう。本当にもう大成功だったでしょ。普段と変わんねえな。だって兄様が姫のチョコはいつも独創性があるねって褒めてくれたもの。そんなこと言ったっけ姫、うん、とっても幸せですの。むふん、今日みたいな日がずっと続けばいいな、そんなことは言ってられませんの。明日からのお弁当作りも頑張りますの。すごいこの、でも消費カロリーがすごそうだね、このお喋り方はね。困りましたですの。さあ昼休みですけどもね、今回はせっかく白雪ルートなんで、カレンちゃんルートの時にね、白雪のお弁当イベントはもう大体見てしまったんですが、今回はもう一回ちゃんと見ようよと、味わっていこうよと、来ましたか。来ましたね。お弁当作りに来てくれるから。そうだ、この子別の学校だもんね。若草学院ですよね、この子は。兄様、リンリンとマモルちゃんの食事ばかりじゃ栄養は取れませんわよ。作ってきてくれるんですよね、こうやって。いい子ですよ、本当に。あのね、どうなってんのこの髪型。記念の今日のメニューはね、白雪特製7色みぞれ鍋デザート付きですの。だいぶこの独創的なねところはあるけど。もちろんちゃんと固形燃料も持ってきましたの。準備がいいね。兄様の身も心も温めちゃう。あー、やらしいね、これはもう。これはまあ薄い本がはかどりますわ。お兄様、もう湯気が出てきましたわ。煮立たないうちに早く食べちゃわないと。シスプリのそういう本ってすごいたくさんあったよね。この鶏肉は食べ頃みたい。当時だから。ほら、こっちの白滝も食べられそう。となると、うん、どっちの春菊はどうかしら。俺がだから当時中学生かな。お鍋に合わせてダイヤモンドダストまんじゅう。だんだんやっぱそういうものに興味が出てくるぐらいの時期だったんで、シスプリ関連多いなっていう風にね、ずっと知ってましたね、そういうのは。ごめん、聞いてなかった。何このキラキラ、まるで兄様みたい。別に聞いてなくてもよかったわ。ポッて。あら、もうこんな時間ですの。お昼休みが終わっちゃいます。いいなあ、このテンションは本当に。兄様に喜んでもらって姫とっても感激ですの、お弁当を食べれるのはもちろん嬉しいですけど、こうやってね、そう、届けに来て会いに来てくれるっていうのが嬉しいですよ。しかも違う学校から。この子自身の弁当はどうしてんだろうね。それじゃあ姫は学校に戻りますの。バイバイ。ありがとうございます。兄様、お疲れ様です。指定の口座に振り込んでおきます。金払ってんのか。本日のメールチェキですの。キシェルですのね。お弁当のことですの。おう、なんだろう。兄様へ。はい、兄様。相変わらずのテンションで。ご飯ちゃんと食べてますの。あ、これバッグの絵もこれなんか魚焼いてんのかこれ。作った料理じゃないと食べられないとか。はい、嬉しいですの。なんか一人で喜んでるの。いきなりだけどお兄様、残念なことに姫、明日はお弁当持っていけませんの。せっかく楽しみにしてくれていたのに、ごめんなさい、本当ごめんなさいですの。姫よりちゃんと姫よりって書くところが可愛らしいね。でもなんでお弁当持ってこれないんだろうね。楽しみにしてたんだけどな。投稿に白雪を誘いましょう。そっか、別の学校だけど投稿イベントはあるんだね。うん、白雪と一緒に行こう。白雪とは学校が別だけど通学路は大して変わらないしな。ああ、そういえばマップで見ても近い場所にあったよね。寒い。いざ外に出てみるとあれだけ面倒くさがっていた学校に早く行きたくなるのが不思議だな。そうですかね。何だったいつも。兄様兄様、はい、
ですの。お待たせですの。ですの。癒されるですのね、朝から。じゃあ学校に行こう。兄様テンション低いな。合わせてあげろよ。それにしても昨夜寒いな、特に朝は。兄様？兄様。なんだい？昨日、姫が送ったメール、読んでくれました？お弁当同行の話ですよね。メール？ああ、読んだよ。なんか兄様クールだな。そんなわけで、今日はお弁当をお届けできませんの。ああ、残念ですの。気にすることはないよ。無理をしてまで作らなくてもいいんだから。兄様、怒ってません？ああ、でもここは怒ってほしいんじゃないの？ああ、怒ってないよ。だってさ、兄様。本当ですの？本当だよ。よかった。そんなことなかった。俺、白雪の学校が見えてきたよ。お弁当のことはいいから勉強を頑張るように。おー。なんか、お兄様らしいこと言ってるね、ちゃんとね。じゃあ僕は行くね。なんで一日ちょっと点々点、影があるんだ、兄様。クールキャラ気取ってんな。本日のメールチェキですの、ですの。ですの？で、ですのしか言ってねえな。兄様へ。ですのだけで意思疎通ができそうだよね。お弁当を届けられなくてごめんなさい。その分、姫、次のお弁当には力を入れちゃうからお楽しみに。いい子だね、本当に。今は気づいたんだけど、この子のメール明日は土曜日ですよね。ということは、姫のお弁当月曜日まで待っててね。あー、しばらくお弁当は待つ。本当にメールの本文があれだね、マリエちゃんの3分の1ぐらいだね。あの子は長かったよ。月曜日を楽しみにしてるよ。な、商店街にいますね。あ、なんか食材買ってるんじゃないの？食材か、もしくはバファリンルナだと思うんですけども。ダメだよ、白雪にそんなこと言ったら。まだ多分、ねえ、お赤飯じゃないでしょう。この子は多分。ああ、そういうぐらいの年齢だ。年齢とか考えちゃダメだな。どうしてですの。なんだ、なんか怒ってんの、喧嘩してんの。この声は白雪、魚屋の前で店の人と揉めてる。何してんだ。もうどうしてワニがないですの。ワニっすか。今度絶対入れといてくださいねってお願いしたんですのに。結構レアな食材のこと頼むね。姫の大事な大事な兄様に、たっぷりのお弁当を作ってあげられなくなっちゃいます。いや、別にワニの栄養を求めてないっすよ。明日はもう絶対ワニって決めてましたのに。そうなんだ、こだわりがあるんだね。一体どうしたらいいんですのよ。魚屋の前でこれは困るだろうな。白雪、お買い物かい。兄様。兄様だぞ。兄様、どうしてこんなところに。面白いわ、リアクションがいちいち。姫、恥ずかしいです、うん、明日のメニューが兄様にバレてしまったです。テンポが跳ねるテンポだよね、うん、16ビートだよね。この子の喋るテンポはいいよね。ほんとワニがなくても別のもので全然いいですからね。まあ、兄様ったら。そんな優しい兄様のために、はい、姫、もっともっと頑張ります。かわいいな。じゃあ買い物のお邪魔をしないように僕は帰るから。あ、帰っちゃうの、はい、兄様。一緒にす、なんかね、買い物すりゃいいのに。やっぱクール系主人公気取ってんな、今回の兄様は。投稿に白雪を誘っていきましょう。今日も一段と寒いな。とはいえ、白雪の家の玄関先に上がるのも失礼だし、早く出てきてくれよ、白雪。ついに愚痴言い始めちゃった。はい、兄様。はーい。お待たせですの。ですの。いいね、モーニングですの。モーニングですのは必要だよね、やっぱり。テンションが上がるよね。そうですの。姫は何とも思わないのに。おー、子供は風の子。本当に元気だね。学校に着いたよ。では、兄様。お昼休みに。あ、今日は持ってきてくれんだね。ワニかな。今日のお弁当もすごいですのよ。楽しみに待っててね。ワニだろう。
昼休みでございます。早くなんか食べたいよ。気持ち悪いな。白雪早く来てくれないかな。来た。兄様ですの。はい兄様。はいはい。今日のメニューはね、うん、栄養たっぷり頭とお腹に優しい DHA オリゴ糖入りのヨーグルトかけチキンピラフよ。ヨーグルトかけなくていいんだけどさ。とってもヘルシーなんですよ。ワニからずいぶん変わったな。兄様にもっともっと元気になってもらわなくちゃと思って姫頑張りました。闇鍋みたいになってきてんじゃないかな。もうそうかありがとう。もちろんこれだけじゃなくておかずの方はチキンバスケットとミートパイとラムチョップミントソースがけですのよ。多いな、なんかいろいろ。それからデザート。多いな、だからちょっと待って。あ、どうしたに、いくらなんでも多くないか。そんな全然多くなんかないです。全然これくらい食べなくちゃ兄様大きくなれないですの。それに姫は兄様が大好きですから。兄様白雪と45センチ差だよ。身長ずいぶん、うわ、45センチ差ってすごいな。姫の愛の証なんだから。とりあえずいただきます。もう2つ食べてあげるんですのよ。あ、食べた、えらい兄様。白雪美味しかったよ。ごちそうさま。お粗末様でした。うん、こんな時間ですのよ。では兄様、姫は学校に戻りますの。いや、本当わざわざ持ってきてくれてありがとうですの。さあ帰りましょうですの。はい、まさか先に帰っちゃった。うん、帰ったと思わせておいてひょっこり顔を出しそうだ。白雪は、はい、兄様顔を出しましたね。ほら、お待たせですの。かわいいですの。寒いから早く帰ろうですの。兄様、今日のお弁当はいかがでした？ヨーグルトぶっかけ、あれでしょ、チキンライスでしょ、チキンライスだっけ。うん、まずかったよなんて言えない、美味しかったよって言ってあげよう。ここは、わー、姫感激。嬉しそう。また明日も頑張ってお弁当を作りますの。普通の料理でいいからね。だから兄様、楽しみ、うん、ありがとう、楽しみにしてるよ。わ、そうと決まれば早速お家に帰って仕込みを始めないと。もう今から仕込みよ。すごいな、なんか本当にお店やってるみたい。姫は先に帰りますの。うん、これ本当お金あげるべきだよね。ただ飯食らっちゃってていいのかな。うん、指定の口座に振り込んでおきますんで。学校に行きましょう。遅くなっちゃったって。気分でも変えようなんていつもと違う道を通ったのが失敗だった。白雪待っててくれたかな。遅いですのよ兄様。怒ってるよ、すいません。うん、ちょっと遅くなっちゃった。怒ってる。いやー、姫が兄様のことを怒ったりするわけないですの。嬉しいですの、よかったですの。それより兄様、今日のデザートのスフレは自信作ですのよ。いいね、スフレ。楽しみにしててね、ですの。すごいな、本当に豪華だな。やっぱ姫って自分で言ってるぐらいだからお金持ってんのかな。では兄様、お昼休みを楽しみにしててくださいですの。また会いに来てくれるのが楽しみですの、スフレですの。Oh yeah. Oh yeah. なんか疲れてる。そんなことないよ。あ、デザートのスフレが自信作っつってたのね。自信作とか言ってあんま大量に持ってかれても困るけど、ちょっと不安。うん、スフレってどういうのだっけ。なんかふわふわしてるやつだよね。白雪、今日もお弁当持ってきてくれたね。今日のメニューはね、うん、ビタミンと鉄分がいっぱい取れる、スタミナパリパリ、レバーとニンニクの麺のオイスターエッグだよ。それはもう俺はもう貧血気味なんでね、助かりますよ。君なんか味見した時に鼻血が出ていましたのよ。鼻血出してるとこ見たいわ、この子が。何笑ってんだよ。それからデザートは姫の自信作、うん、
スフレですな。あ殺人事件がまた血が出ちゃってんじゃねえのか。大丈夫か。どうしよう。これ忘れちゃったんだっけ。すごいな、こうイヤホンで聞いてるともう音量のゲージがもう赤いとこに行くね、常にこの子の高音は。しぼんじゃったんですの。あ、しぼんじゃったんだ。しぼんじゃうってことがあるんだ。赤いとこに行くわ、メーターが。大丈夫だよ、白雪。しぼんじゃったかもしれないけど食べられるって。ふっくらふわふわのスフレのはずだったのに。兄様に食べてもらって、ほら、姫のほっぺみたいにふわふわよってしようと思ってたのに。だいぶ妄想が激しい子だね、この子もね。でもこの子がなんかすごくこうお兄様、あ、兄様に対してガチで照れてるっていうところは見たことないよね。あんまり恋愛色としては。本当ですの？未だにその辺の味は出てきてないんじゃないかなと思うんだけど。よかった、ラブジュースを。ラブジュースじゃないや。ラブソースをね。失敗しないようにしますの。出して欲しいですよね。ラブジュースはダメだろ。どうしもねだよ。引くわ、兄様。姫は学校に戻りますの。幼い子にごちそうさまでした。ありがとうございます。本当に指定の口座に振り込んでおきますんで。本日はTポイント2倍の日なので、はい、活用していただけると。カエルですの。はい、兄様。白雪元気そうでよかったよ。この子いつも元気だな。もう兄様落ち込んでるとこ見たいけど。お昼休みのことなんだけど。うん、スフレありがとうですの。おお、いやいや、いいですのよ。本当に美味しかったよ。だからもう気にしないでね。でも姫、姫、兄様のための大切なお弁当思いっきり失敗しちゃったんですのよ、うん、いや何を言ってるんですか。料理は愛情ですよ、兄様。白雪気にしないで元気出して。へこんでたな。へこんでたらへこんでたってちょっとやっぱ心配になるな。おはようですの。学校に行くですのよ。お、昨日は落ち込んでたみたいだけど、白雪のやつ大丈夫かな。はい、兄様。大丈夫そうだな。おはようございますですの。モーニングですの。元気そうでよかった。おはよう、白雪。姫、昨日の失敗を取り返すため一生懸命今日のお弁当を作ったんですのよ。ちゃんとこうやってなんかカレンちゃんルートの時はね、やっぱただ弁当を食ってただけだけど、こうやって白雪ルートだとそのお弁当にまつわるちょっとしたこうエピソードというか、この子のなんだろうな、頑張り具合がすごく伝わるようになってるのがいいね。秘密。かわいいですの。お昼休みまでお楽しみですの。もう昼休みがもう毎日楽しみで仕方なくなっちゃうね。じゃあ兄様、うん、お昼休みにお弁当をお届けしますの。お待たせ。来たですのね。はい、兄様。はいはい、今日もお弁当だね。ありがとう、白雪。今日のメニューはね、姫特製エビクリームコロッケ10個と生きのいいうなぎを使った卵とじ中華風よ。うなぎに卵はいらないね。兄様にいっぱい栄養をつけちゃうんだから。うなぎだけで食べたいな。本当にすごいボリューム。兄様どんどんガタイ良くなってくんじゃねえの。ジャンボプリンアラモードスペシャル。お手製のプリンは姫のお肌みたいにツルンツルンのプリンプリンですのよ。ほっぺたみたいだねみたいなことやってあげようよ。召し上がれ。スフレの時にはできなかったから。もうこれ以上何も入らない。兄様、美味しかった？でも美味しいんじゃない、この子の料理は。兄様に喜んでもらって、愛情が詰まってるからね。姫大感激。よかったですの。また明日も頑張って作るので楽しみにしててね、ですの。本当に何回ですのって言うんだろうな、この子。楽しみにしてるですのよ。姫は自分の学校に、ん、
なんだなんだ、どうした？はあ、はあ、お？お？しゆき、どうした？これどうしたんだろうね。涙ぐんでたみたいだけど。あ、まさか昨日の失敗まだ気にしてる？これは一体何があるんだろうな。うん、いや、チア部はいいよ。チア部はカット。それでは一緒に白雪と一緒に帰りましょう。一緒に一緒に。あれ、いない？そうだよね。昼休みのことが気になってたんですよ。なんか涙ぐんでたって言うから。うん、一度家に帰ってから白雪を探してみよう。どっかにいんのかな、じゃあ。なあ、いた。また商店街だ。魚屋と喧嘩してんのかな。ワニを入荷したんじゃないのか。うん。もしかしたら。うわぁ、やっぱり夕方は混んでるよな。これじゃあ白雪を見つけることなんて？お、いたかい？でも元気がないようには見えない。え？しぶとく八百屋の店員にねぎってる。あ、ねぎったりすんだ。すごいな。主婦だな、もう。白雪。あら？兄様。ですの。白雪、昨日のことは気にしてないのかい？今日もお弁当を届けてくれた時なんか変だったし。昨日のことって、何ですの？もう忘れてんだ。涙ぐんでたみたいだけど。あ、逆さまつげだったんですのよ。何にもなかったわ。いやー、こんなところで兄様に会えちゃうなんて、姫とっても嬉しい。しるぎ。兄様、見て見て、あそこにたい焼き屋のおじさんが。もう本当に涙ぐんでたエピソードはこれで終わり？とっても美味しそうね。逆さまつげだったっていうだけで終わりか。しるぎ。もう本当になんか小動物みたいな可愛さがあるな。たい焼き屋、あー、じゃあたい焼き食べましょうよ一緒に。ジュルーって言ってるぐらいだからね。食べたいんでしょ。兄様、それ本当ですの？食べるですの。本当はこういう屋台のものは食べてはいけないんですけれど。あ、そうなの？でも兄様がいいって言ってくれるんだから。うん。あんまり食べ過ぎないようにしようね。はい、兄様。あ、いいな、たい焼き食べたいな。あー、かわいらしい。なんか絵柄変わったな急に。結構おいしいな。もぐもぐ、もぐもぐしてる。温かくておいしいですな。やっぱね、口を開けて喋んないんだね、食べてるから。あー、そういう細かなあれが面白いわこれ。ねえ兄様、もぐもぐしてる。可愛らしいな。ほっぺたについてるしな。もぐもぐ、なんだい。たまには二人で買い食いっていうのも素敵ね。うん、白雪はたい焼きを頭から食べる派なんだね。たまに頭から食べる人と尻尾から食べる人でね、両方いたりしますけども。おはようですの。そうだね、兄様もほんと白雪に負けないテンションで接していかないと、うん、あれ、しかも一緒に行けなかったよ。なんだよ、残念ですのね。でもこうして昼休みで会えるからね。そろそろ白雪が来るぞ。はーい、来たですな。兄様、うん、あ、やっぱ来た来た。兄様今日のメニューはね、うん、姫の手作り特製フルーツ寿司50巻ですの。多いわ。うん、50巻。とってもヘルシーですのよ。ネタは全部新鮮なフルーツなんですもの。かっぱ寿司でもそんなに食えねえわ。みかんにリンゴにバナナにブドウ、メロンにイチゴにココナッツ。それから、というわけで、いやいや、本当にこれは召し上がれ。独創的だな、本当に。美味しい？もぐもぐもぐ。できないほど美味しいってことですのね。小田勝馬的なね。姫、大感激ですの。そういう風に汲み取ってくれてなんか楽ちんですの。これとっても美味しいから一つ食べてごらんですの。せっかく兄様のために作ったのにそんなことしちゃいけないんですの、うん、姫はいつもそう思って味見だって控えてるくらいですのに。この前なんかレバニラとかなんかの時鼻血出したっつってたじゃん。これは全部兄様のためだけに。
くてとってもいい匂い。この軽い石がいいわ。それじゃあ一つだけ食べてみます。結局どうぞどうぞ。このドリアにぎりとっても甘くて美味しい。やっぱり姫は天才ですの。そっか、どんどん食べていいからね。自分の料理の味に酔ってしまったですの。姫はそろそろ学校に戻らないと。もうちょっと食べてもいいんだけどね。残りはちょっとカレンちゃんに食べさせておこう。ご帰宅ですの。まだフルーツ寿司50巻が胃の中に。晩飯はいらない。お待たせ。お、来ましたね。はい、兄様。はい、じゃあ帰ろっか。それじゃあまた明日。何もなんかい。待って兄様。ああ、はいはい。何か食べたいもののリクエストとかあります？ああ、なんだろうな。お弁当で食べたいもの、なんかあんまね、重いのはちょっとしんどいからね。午後に響くから、僕が白木の作った料理だったら何でも大好きだよ。おお、100点満点の回答じゃないですか、兄様。ジゴロだな。そんなに姫のお弁当が好きなんですのね。ムフフ。明日もボリューム満点の超大盛りで作りますわ。ボリュームはいらないから普通のもの作ってくれないかな。お弁当を楽しみにですの。ですの。超大盛りは。本当にどんどんコレステロール値が上がっていく兄様でございます。あれ、喫茶店にいるな。行ってみよう。 お腹がまだ苦しい。すごいな、それほど50巻は聞いたんだな。喫茶店にでも行って休むとしよう。メニューはこれか。何にしようかな。え、ここ、だってフルーツパフェ食えないでしょ。いやー、でもわかんないけど、これはどうしようかな。はい、フルーツパフェ。頑張れ、兄様。食え。兄様。おう。フルーツ三昧ですの。はい、今日一日。兄様とこんなところで会えるなんて、姫すっごく嬉しいですの。ですの。ほんと偶然だね。もう買い物をすんの？いいえ、途中ですの。ただ、このお店の前を通ったら兄様の姿が見えたんで。おお、そうかそうか。兄様、何を注文したんですの？フルーツパフェだけど。可愛いな、一人で兄様ったら。そんなにフルーツ好きだったなんて。あ、これはだからいいんじゃない。今日のフルーツ寿司も美味しかったよっていう感じで。今日のお弁当フルーツ寿司にして。いい方向に捉えてくれて楽ですの。姫はこれからお買い物をしてきますわ。 いいね、この軽いノリがね、本当に。では兄様、明日のお弁当をお楽しみに。マリエちゃんみたいに、この子死ぬんじゃねえかなみたいな不安を抱えないで済むね。終始お気楽のんびり。